大津林平大津林平から1939年12月31日は日本の内務台湾総督府官僚県知事被護国出身大津俊太郎の長男として生まれる1890年帝国大学法科大学読法科を卒業同年11月高等試験に合格し内務省司法となり地理局に配属された以後新潟県 埼玉県の拡散時間などを歴任。1896年、台湾総督府に転じ台南郵便電信局長、台南県内務部長、台南県警部長、総督府秘書官などを歴任。1908年5月、警視総長となり、さらに1909年10月25日、茂津総長に任じられた。 1914年6月、岩手県知事に就任。1919年4月、徳島県知事に転任。1921年5月まで在任して退官。その後、東和道文書委員長、第二本武徳会武道専門学校長を歴任した。参考文献、昭和仏個人名録。官報第7903号。 明治42年10月26日、官報第6573号、除人及び、事例1905年5月31日、官報第319号、除人及び、事例1913年8月21日、官報第846号、付録、除人及び、事例1915年5月29日。ありがとうございます。